ようございます。今日は、海外のアートメイク事情について、私が知ってる限りやけど説明したいと思います。で、私は昔タイで眉毛もアイラインも入れたことあるんですけど、その時は、だいたい眉毛だけで2000バーツ、2000バーツって言ったらタイのお金で、3倍にしたら日本の金額になるんで、だいたい6000円ですね。で、眉毛6000円、アイライン6000円みたいな感じですごい安くできたんですけど、でも麻酔がなかって、すっごい痛いのを我慢しながら入れたっていう思い出があります。で、一応私が行ったとこは NBK って言って NBK って書いてるマーブンクローっていう場所なんですけど、そこの電車でも駅があります。で、そこにある商業施設みたいなデパートがあるんですけど、NBK って書いてるね、とこで、なんていうの、そういう、アートメイクとか、ネイルとか、マッサージとか全部、一色単にできますみたいな店が何軒もあって、そのうちの一つに行ったんですけどね。で、一応私が行った店、まあ、綺麗、中も綺麗し、ちゃんとしてたんで、いいんですけど、やっぱり日本じゃなかったら、ちょっとなんていうの？こう、インクとかね、使い回ししてないかとか、針とかもね、ちゃんと目の前ピッて開けてくれるかどうかとか、そういうのを確認した方がいいと思います。衛生的にね。血液の病気とかになるんで、そういう使い回しとかされたらね。はい。気をつけてください。と、韓国。私韓国行ったけど、私は韓国では受けてないんやけど、友達とか、松江区のお客さんとかが韓国で、眉毛とか入れてくるって言ってて、だいたい、2万円って言ってましたね。眉毛2万円、アイライン2万円。それぐらいって言ってましたね。韓国もなんか唇とかね、いろいろあるし、進んでるからね、いいと思います。で、あとドイツ行った時に、そんなに店は見かけなかったんですけど、なんか一軒だけパンフレットもらったんですよ。そこは、眉毛が、5万円ってなってましたね。まあまあ値段が高いなと思いました。で、オーストラリア行った時は、そういう店私別になんか調べへんかったんやけど、最近ちょっとネットの方で見たら、なんか相場が3万円ぐらいでしたね。はい。あと、なんか、他の場所、スペインとか、スイスとか、モロッコとか、クロアチアとか、オーストリアとか、台湾とか、まあインドとか、アメリカとか行ってんけど、その時そんななんか、アートメイクの店あるかどうかって、調べへんかったのもあるし、そんな、なんかそこら辺にはパッと、なかったですね。またなんか、ね、この国はいくらですよみたいな、知ってる人いたらね、教えてほしいなと思います。よかったらコメントの方にお願いします。はい。で、あと、インド行った時に、そういう店はなかったんやけど、なんか何？ネパールからこうインドに入ったぐらいのとことかでも、アーユルヴェーダーのマッサージのね、お店がすごいいっぱいあったし、そういう学校もあったんだし、ちょっと学校にも行ったんですけどね、短期間でね。はい。すごい良かったですよ。はい。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。